陈先生在1991年在北海道大学毕业之后，7年間民間企業に勤めました。在一般的民間企業工作一段時間後、1997年に青年海外協力隊に参加しまして、中華人民共和国のハルピン理工大学というところで日本語教師として活動しました。从1997年到96年，97年参加了青年海外协议队之后呢，以日文教师的身份派遣到中华人民共和国黑龙江哈尔滨理工大学教授日文。2000年に帰国しまして、JICA に入りました。2000年回到日本之后呢，进入了 JICA。その後また北京に勤務することがありまして、今年の1月から青年海外協力隊事務局で働いています。其中有曾经派遣到北京的 JICA 的事务所工作，那是从今年的1月开始担任现在协议队事务局的工作到现在。はい。まず最初に JICA について簡単にご説明したいと思います。首先针对 JICA 这样子的组织做一些简单的介绍。あそこにスライドにありますけど、国際協力機構といいますが、就现在看到画面上有写一个国际协力机构。日本の外務省が所管する組織です。我们这个组织是隶属于日本的外务省。日本の政府開発援助 ODA、という制度を使って開発途上国への支援を行っている組織です。这个组织呢是经由日本名为 ODA 这样一个政府开发协助制度，对开发中国家提供支援。はい。技術協力、それから資金協力、それからボランティアの派遣、こういった事業を行っています。JICA的事业当中有分为几个大项，其中包括技术支援、资金资源，还有自工派遣事业等等。青年海外協力隊はそのボランティアの派遣事業の一つです。所以青年海外协力隊事业は就属于说在这自工派遣事业的一部分。英語ではJapan Overseas Cooperation Volunteer と言います。省略して JOCE というふうに青年海外協力隊のことを呼んでいます。所以事实上这个整个简称的背景是Japan Overseas Cooperation Volunteer的一个简称，全名是这样子的。はい。それでは青年海外協力隊について一言ご説明します。接下来再简单介绍说青年海外协力队。青年海外協力隊について聞いたことあるという方いらっしゃいますか？请问现场在座的同学，有谁曾经听说过青年海外协力队或者是JICA？たくさんいますね。真的有不少人都知道。そこの男性。请问这位先生您是怎样知道的？どこで知りましたか？マラウィ。マラウィでジャイカの事務所に行ったんですか？不知道他的事務所。マラウィは何しに行ったんですか？セポチツの。そうですか。ジャイカのマラウィ事務所はどうでしたか？您个人认为在那个非洲的 JICA 这样的事务局给你怎么样的印象呢？我那时候去的时候，他是负责药局，他是一个药师。那时候我看那个小姐是叫妮卡，他们是住在一起的，就在一起有很多。对，他在日本是个药师，他就放弃高薪，就去在那边上志愿服务。はい、ありがとうございました。もう一人、どなたかに聞きたいんですけど、想要再请教有哪位曾经听过JICA或者是协力队的人女生。女性。你是在哪里听到知道这个JICA或协力队的？
所罗门，你听过来吗？请问你是到所罗门吗？啊，对。JICA のソロモン事務所を訪問しましたか？你是不是也到过所罗门的JICA的事务局，他办事处？是没有到办事处，可是就是我们去跟一些 NGO 接触的时候，就遇到一些有遇到两位JICA的志工，然后我们是去特教学校，一位是特教老师，然后一位是物理治疗师。你有跟他一起从事活动，是不是志工的活动？对，我跟他们一起参加。啊，どうもありがとうございました。非常感谢你的。もう皆さんJICA やそれから青年海外協力隊のことを結構詳しく知っているようですね。大変嬉しく思います。非常高兴现场的同学了解青年海外协力队还有JICA非常感谢你。もうじゃあ皆さん分かっているかと思いますけど、青年海外協力隊というのは。開発途上国で2年間その国の言葉をしゃべって、でその国の人々と同じレベルの生活をして、自分の技術や経験を生かしてその国の発展に貢献するものです。所谓的青年海外协力队的话，是必须派遣到当地两年，在这两年到开发中国家两年，使用当地的语言，跟当地的人同样的生活水准生活两年，然后以同样的当地人的一些观察事物的方式，运用自己个人的知识技术经验从事在当地从事该国的经济还是会解决问题社会课题，来从事志工活动。目的は青年海外協力隊の目的は3つあります。青年海外协力队目的有三个。一つはその開発途上国の経済社会の発展に貢献すること。首先第一个就是为开发中国家的经济社会的发展还有它振兴提供协助。それから日本とその开发途上国の友好を深めること。那第二个呢，就是与呢开发中派遣是在派遣是当地的开发中国家从事友好亲善的活动。それから三つ目が大事なんですけれども、結構大事なんだけれども。日本に帰ってきてその経験を日本の社会に還元するということ、この3つの目的です。最重要第三点就是说，当完成这样子两年的派遣之后返回日本国内，就要把这样自工经验回馈给社会。はい、じゃあ具体的なところを説明していきます。接下来具体说明。皆さんの手元にある資料と今日使うスライドはちょっとだけ違いますけれども、ご了承ください。对不起，在正式说明之前呢，有个地方请在场的同学，你们手上所拿的手册跟今天所要演讲内容确实是有一点点修改的地方。今日お話しする内容はこの4つです。接下来说明四个具体纲要是这样子的。協力隊の日本国内での募集と選考、それから合格者の訓練研修、そして活動の進捗管理、それから帰ってきた協力隊員への支援、この4つについてお話しします。这四个纲要分别是这样子的，在国内日本国内为招募协力队队员从事招募的说明会甄试，那第二个合格后呢，开始参与培训研习。那第三个呢是从事志工活动的整个进度的管理。那第四个呢是志工回到国内之后的一些援助。まず協力隊の募集についてご説明します。首先说明的是招募的部分。1年に2回、春と秋に、大きな募集キャンペーンを行います。每年会是这两次比较大型的招募会，是在春季跟秋季各举行一次。2番目に書いているように、広報活動を行います。第二个写的部分有提到是招募的宣传活動。新聞に広告を載せたり、それから雑誌に載せたり、電車の広告を載せたり、それからホームページ上でいろんな広告を載せて、日本全国で展開します。
招募活动当中最主要的几个方式是这样子的，会透过杂志或者是大众交通运输工具或者是网络的做一些广告活动，然后最主要是会针对几种不同的方式各自采取不同的手段。最近は特に若い人はですね、携帯電話から協力隊のいろんな情報を入手するようになっています。特别是最近的年轻人都喜欢用手机来收集一些讯息，所以我们也会通过手机的方式来做宣传活动。東京では行ってませんけれども、地方ではテレビやラジオの広告も行います。那除了东京以外，其他的地方呢？因为日本比较长远一个地形，所以说其他的地方民众都是用透过电视或收音机广告的方式来做宣传。